女性がもしかしたら上位に入ってくる可能性があるんじゃないかな。本気でやっぱりチャレンジしてキャスティングしていかないと魚釣れないんで、まあ、軽くひねり倒してやれますよ。まあ、今回ね、女性もね、まあ、前回もそうですけど、女性の参加人数も今回増えてるし、ね、あの前回以上にみんな気合が入って、で前回はね、どっちかというとチーム戦もあったじゃないですか。そうですね。ね、だからまあ自分なんかもそうですけど、まあ、チームジャパンとしても、ライバル視してっていうよりは、みんなで、ね、チームジャパンで勝とう。で、みんなで協力しちゃってね、あの乗り込もうぜみたいな。空気あったと思うんですけど、今回はその国対抗みたいなのはないんですよね。ないんですね。フラッグを背負いながらも個人戦、はい、というふうに変えました、ね。まあ、だからこそね、あとはもう男性も女性も関係ないんで、ね、関係なく、うん、まあ、でもそれはやっぱり釣りらしいなとさっき小野さんが言われましたけど、ね、単なるガチンコのスポーツだけだとこれはやっぱりね、男と女分けるべき。でも釣りってそうじゃない。だからあれですよね、まあ、今並木さん言った通りでね、あの瞬発力と筋力に変わるんだったら、はい、女が勝てるわけないわけよ、うんうん、女性が。 でもこの場合5日間でしかも10時間で、うん、だから、肉体的な力だけじゃなくて戦略があって戦術があって情勢があって準備があってメンタルの強さがあって言うから、ね、そこにグレートアマゾンシビラリーの特徴を、まあ、グレーマー協会としては出そうとしてて、だからこそ女性がもしかしたら、まあ、マルコスさんがね5位に入ったみたいに上位に入ってくる可能性があるんじゃないかな。耐久型だから、もともとのねコンセプトがあれじゃないですか、フィッシング界のパリダカウがあり、そう、ね、まさにその通りっていうかね、まあ、過酷な、ね、長期間のレース、ね、釣りのトーナメントであり、でも走り出してみないと何が起こるか分かんない、ね、それだけ対象業も幅広いし何より難解だしっていう、だからまあまあもちろんね、あの誰が勝つか読みにくい、ね、ゲームレースでもあると思うんですけど、そうね、まあ、組むパイロットによってね、そのどんな場所にね行くか連れてってもらえるかによってね、もちろん やらないといけないこと、あとは結果も変わる可能性はあるんですけど大きく、とはいえね、本気でやっぱりチャレンジしてね、キャスティングしていかないと魚釣れないんで、はい、あのまあ第2回目の試合をもう一般の人がどういうふうに興味を持つかっていうのを想像するにね、まさにディフェンディングチャンピオンとして出てくる並木さんがもうあのアマゾンフィッシングマスター総合トップとして、おそらく多くのアングラーは並木さんとどう戦うかって考えてくるんじゃないかなと思う。で、並木さんの場合はもうバスっていう、もうバスのトップっていうイメージがついてるから、例えば普通に考えたらね、今度は並木さん勝てないだろう、はい、ね、いや前回まさにそうでしたよね。だから僕も思い出しました、その前回の1回目の、ね、現地に乗り込む前になんかプロモーションムービーみたいなの作ったじゃないですか、で僕はね自分で Do you know who I am? って、ね、俺のこと知ってる、なめんじゃねえ勝つぜみたいな挑戦的なねあのコメント出して、だから相手の現場のね、こんなガタイのいいその我々が泊まった宿のね船宿のボスが、まあ、その人だったんで行ったら、この人が T 並木なんでどんだけのもんか楽しみにしとるわみたいなコメント出してて、僕がこう着々と釣ったらもう最後にはねその親父もね僕のこと認めてくれてみたいな。まあね、でも結局やっぱ釣りのプロ何が必要かって、もう釣るのもそうですけどやっぱり大会をどれだけ盛り上げられるか、それもやっぱりプロの、ね、仕事だと思ってるんで、まあ、そういう部分を含めても、まあ、今回2回目も、ね、まあ、きっちり仕事をします、ね、盛り上げるだけじゃなく魚も釣ってこようと思うんでだからまあ楽しみにね、まあ、軽くひねり倒してやれますよ。あと、ブラジル選手、1回目ね、俺あのかなり簡単には恥かいたと。だってポルゴベラベラでさ、
アマゾン何度も行っててね、それで並木さんに負け、マルコスに負け、アタさんに負け、唯一一人だけがっていうの。で今度はね、さすがに2回目はそう簡単には日本勢もしくはまあ ASEAN 勢にいいようにはさせないよと思ってくるんじゃないかな、逆にそう思ってほしいわけ。まあ俺は半分ぐらいブラジル人だった時があるから、ブラジル選手に俺必ず言うつもり、うん、あなたたちホームタウンでみっともないしないしないでねっていうような、そういう感じです。まあ間違いないでしょうね。だ前回のね、映像もよ、ね、いろんな YouTube とか出てるんでね、当然見てるだろうしね、よりレベルが上がったりね、日本人が勝つね可能性はよりね厳しくなってるとは思うんですけど、まあでも日本人が持ってるねこの釣りのやっぱり、レベルの高さとか魚種の幅広さとかそういうのはあるんで、うん、まあチームジャパンとしてはね、もう日本魂、うん、うん、でその辺はねもう一致団結して、頑張っていきたいと思うし、うん、あとはもうここにね、ねここの勝負もあるでしょうから、うん、まあその辺ねどうなるか楽しみですね。はい、並木さんへ何か一言っていうより、並木さんをディフェンディングチャンプを倒すように全アングラーが死闘を繰り広げてほしい、まあこう思ってます。はいね、楽しみにしてます。はいね、じゃあはい、またよろしくお願いします。